はい、今年の我が家の玄関先っていうのか門ですね、門の前には袋なでしこが満開に咲いてます。この子たちは本当にいい子でね、勝手にね芽が出てきてくれますね。それで植えるとね、もうこんなになるんですよ。一つのプランターに5本ぐらい植えるだけなんですけどね、それなのにこんなになってくれます。いいですね、お花の時期って。みーちゃんがあんなところから覗いてます。この子はうちの子ではありませんけども、毎日通ってきてくれます。さあ、うちの庭も花盛りです。こんな感じ。はい、みーちゃんアップどこ行くの？はい、玄関先はシザンサスです。シザンサスが満開になりました。ほら、これなかなかね難しい花で、私はあんまり上手に作れないんですけども、今年も、そうね4、8ぐらいですかね、はい、できましたよ、ね、これもとってもなんかかわいい、かわいい花してるんですよ。ほら、蘭のようなね、なんか形になってますでしょ。はい、引きます。こんな感じです。かわいいでしょ。こんなにいっぱい毎年、下まで垂れ下がってますよ。ほら、ね、下まで垂れ下がっていっぱいいっぱいの花を咲かせてくれる。大好きです。簡単ですので、どうぞ皆さんもね、地植えで作ってみてください。よかったら差し上げますよ、苗を。庭の中には黄色の木工バラです。今満開ですね。ここ日当たりがいいのか満開です。この子たちも一本の苗を挿し木したところから始まっていますよ。もういつもね小さく切ってしまうんですけども、毎年こうして大きくなってもこもこと咲いてくれます。楽しい時期です。お花の大好きな私にとっては最高の月です。これこの辺はね、去年挿し木をしたアジサイたちが出番はいつかと待っています。もうこのようにね、花がねつき始めてますよ。アジサイたちもね、なんか急がないでいいのに、今いっぱい花咲いてるから、あなたたちはねゆっくりゆっくりしてください。もうこんな風に花つけちゃって、こうしてアジサイなんかは毎年6鉢ぐらいが増えていってしまうんですよね。
もうどうしましょう。この我が家の庭の中にプランタンは今160鉢あるんですよ。もう大変なんです。水をあげるにも大変ですね。1時間以上かかります、はい、こんな風に玄関の方通るところにね、なるべくいっぱい花を置くんですけど、さっきのあの何はいばらがほら家の方にまでこうして垂れ下がってきています。これもうちょっと咲いたのまた動画撮りたいと思います。これは白の木工バラですね、はい、玄関先に垂れ下がってきています。